そうそう、ますます寒くなってきますな。今日初めて手袋してる人見たかな、うん、まだジャン、あのダウンの人はまだ見てないな。あのね、これ野菜畑っつってね、家の光協会から出てるね、まあ、あの農業の雑誌なんだけど、これにね、金で土作り革命、吉田利光さんの話題が出てました、まあ、知ってる人も多いと思うし、多いと思いますけど、去年も、この特集があって、もうなくなっちゃったんだよね、すぐに。すぐ売り切れちゃったの。で、今年も見つけてすぐに僕も買ったんだけど、家の光協会って JA が主体なんだよね。で、そこでね、無農薬とかね、で、ほとんど扱われないんだよ。なぜかというと、JA って農薬とかを売ることによって、まあ、成り立ってるというところがあるから、無農薬だとか無肥料とかっていうことはほとんど話題にならないんだけど、まあ、2年連続こうやって30ページぐらいの特集があるっていうのはすごくあの稀じゃないかなと思うな、まあ、この吉田さんのねお話すごく面白くて、その辺の草が全部肥料になるということで、この時期枯葉とかもそうだけど残るじゃない。枯葉ってどうする？結局焚き火にするぐらいしかないんだよね。捨てるしかないんだけど、それがもし肥料になるとしたらすごくいいことだよね。無料だしさ、 2,3 ヶ月で。で、なんでならないのかっていうと、あの木って僕ら細胞があるけれども、僕らの細胞とちょっと違って、僕ら細胞膜という膜で細胞が含まれてるけど、木はそれより外に細胞壁という壁があるんだよね。それがあるから、まあ、水がなくなってもこうやって木っていうのは残っていけるんだけど、それに大きく影響しているのがリグニンという物質でね、リグニンという物質で、これがね硬い、分解できない。もちろんセルロースなんかもあるけれども、僕らセルロース分解できないけど、ヤギはセルロース分解できるから、ヤギはほら紙食べるって、ね、白ヤギさんから来た手紙パクパク食べちゃったってあるけど、ヤギはセルロースを分解できるけど、僕らは分解できない。セルロースも糖質なんだよね、グルコースとかと同じで。だけど分解できない、僕らは。で、リグニンっていうのもすごく硬い物質で分解できない。で、木は自分たちを守らないといけないから、その植物はね、リグニンを生み出して食べられないようにしたんだよね。だからずっと木は食べられなかった。それが何かっていうと、石炭。石炭って腐ってないでしょ。普通木腐るじゃない。で、なぜ腐らなかったかっていうと、あの時期は細胞壁を分解できる生物がいなかった。ところがその後で生物が進化して、リグニンを分解して栄養とできる物質、細菌が出てきたの。糸状菌っていうのが。だから石炭が出なくなっちゃった。分解されるようになっちゃった。その糸状菌っていうのはリグニンを分解できるから、その糸状菌を使っていろんな植物、枯葉だとか木だとか、あるいは残飯だとかを分解するというのはもうこの話。糸状菌によってもうその辺の草が全部肥料になっちゃう。これってね、ほんとすごいことだと思う。2ヶ月3ヶ月したら、うちでもやってるけど、芝生の買った後ってすごい硬くって残るんだよね。それを取らないとどんどん堆積していっちゃうの。で、それを取った後ももう焼くしかない、あとは捨てるしかないんだけど、置いといて上からこのマルチって黒いシートかけて2ヶ月3ヶ月経つと土に変わってる。びっくりするから、本当にふっかふっかの土に変わるから、これをねやってる吉田さんは本当すごいなと思います。ぜひとも、まあ、これも今あるものを活用する、こういうことこそ SDGs だと僕は思うの。紙の何プラスチックのストローを紙にしましたよって、それで何億トンかって、それも SDGs かもしれないけれども、今まで燃やしてたもの、捨ててたものを十分に活用できるっていうのも SDGs だと、むしろこっちの方が SDGs だと思うので、まあ、皆さんもね、する必要はないけれども、
ね、この木で10年持つかもって書いてあるけど、この木を四条菌が分解することによって栄養としてくれるから、もし、まあ、パラパラっとね、もし興味がある人は見てみてください。本当にびっくりするから。ということで、今週明日が読売の取材で、明後日があれだ、ミーティングだと勉強会だね。で11日が、クインテンセス出版の方がいらっしゃいます。それで13がまた東京の日帰りですね。で14が、今月末の講演会の打ち合わせです。2週後が火水がお休みか。なのでちょっと薬とかも気をつけないといけないね。以上です。